イーフットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。レベルの高いゲームが期待できるこの一戦ですが、注目ポイントはいかがでしょう。お互い攻守両面で完成度の高いチームですからね、簡単に勝てる相手ではないですよね、はい、この試合どうやって攻略していくのか、監督の采配、チームとしての戦い方という部分には注目したいですよね。なるほど。さあ今ゲームが始まりました。ナポリ対バイエルンミュンヘン、エキシビションマッチが始まりました。このトッププレーヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね、はい、いいゲームに期待したいですよね。このファーストハーフ、最初のコーナーキックはナポリ。上がる、シュート、こぼれた。まずは立ち上がりシュートを打ってきます。いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。ナポリはコーナーキック2本目。サディオマネ抜けてくる、マネ左上がっていきます。シュート、ドリブルで切り込んでいきシュートを打ったんですが、これは決まりませんでした。うまく相手をかわしてシュートまで行きましたよね。こう個人プレーの醍醐味を見せてくれましたよね。キミッヒからフラーフェンベルフ。さて北澤さん、この試合注目している選手はいらっしゃいますか。カンセロでしょうね。彼の攻撃参加には期待したいですよね。さあ勝負のシーン、起きましたよ。コトーダシュート、うわ、曲がる。ここは大きくクリア、ピンチを出します。マズラウィ、いいディフェンス。ルーズボールになる。チャンスになる。フラフェンベルフ、コースの切り替えも早いですよ。ニャブリ、サイドを使う。いいボールだ。コマン、セカンドボール拾いたい。スルーパス、自分で行く。フラフェンベルフ、裏を狙う、インターセプト。ザンボアンギサ、さあカウンタースピードを上げたいところ。エルマスから押し目、さあサイドのスペースへ、しかしこのボールは合いませんでした。前線からプレスかけますからね。ラスパドリ抜いた、スルーパスを出す。コマン、
まだこの前半スコアに動きは見られません。ムシアラからニャブリ、ザンボアンギサ、いい守備です。さあつながるか、これを読んでいた。このボール危険です。キミッヒ、キミッヒへ、ニャブリが受ける。ニャブリここをかわした、スペースを狙う、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。エルマス、ナポリはサイドからの仕掛けが特徴というデータもあるんですが、このゲームもそのあたり注目ですよね。そうですね、サイドアタックといってもカットインとか後ろからのオーバーラップとか方法はいろいろありますからね。どんな仕掛け方をしてくるんでしょうね。そうですよね、スピーディーでアグレッシブな展開に期待したいです。ヘディング、いやー、オシメン頭で合わせましたが、このシュートは決まりません。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、まあ、バランスですよね。マズラウィ、エルマスからラスパドリ、さあザンボアンギサ、パバール、ジョアン・カンセロ、さあカンセロ、キム・ミンジェ、流れを止めます。マティアス・オリベラ、エルマス、ラスパドリへ、来た、これはサディオマネ、もう一度組み立てます。ニャブリへ、マズラウィ、さあオシメン、これ仕掛けるか、ラスパドリ、ラスパドリから左へと呼んでいた。シュート、止めた。ジョアン・カンセロ、キミヒエ、ニャブリ、ci sarà un minuto di recupero. Elmas, ラスパドリエ、ミドル、ゾマーナセーブ、いやーこれはナイスセーブ。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。前半最後のセットプレーになるのか。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。さあまずは最初の45分を終えました。ナポリとしては得点には至りませんでしたけど、特に終盤で見せた攻撃は迫力ありましたね。先制して折り返すぞっていう気持ちを感じ取りましたね。ナポリ対バイエルンミュンヘン、両チームスコアレスで折り返します。後半です。ナポリとしては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど。ここはボールを下げる、奪われると危険な位置、デリフト、ハバールへ、ここはつながりません。ザンボアンギサ、さあチャンス、
中央上がっていきます。シュート、高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。ナポリ4本目のコーナーキックです。ヘッドだ。いやこれはクロスバーのわずかに上。いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。ジョアン・カンセロ、ムシアラへ、フラフェンベルフ、さあ左へ預けて、このボールはサディオマネ。いい形じゃないですか。デメ、マティアス・オリベラ、キム・ミンジェ、ラスパドリ、先ほどから随分と寄せられていますが、北澤さんどうご覧になりますか。サイドで攻撃の起点になってますからね。今日は比較的パスでの展開が多いですけども、ウィングの位置はカットインもクロスもありますからね、相手としてはしっかりマークつかないといけませんよね。ここは素早くマーク、デリフト、うまいですね。スペースウェブ、いいボールですね。サディオマネ、おこれいいですよ。La fluenza di quest'oggi è di 71.550 spettatori. Ciao, Osimhen! ナポリとしては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。エルマスからオシメン、さあ来たか。ここはキーパー処理しました。オシメンからの前線へのパス、このパスに追いつけません。バイエルンメンバーチェンジです。ここでパスの精度の高いプレイヤーを投入してきましたよね。決定的なラストパスに期待したいですよね。ムシアラ、チャンス、シュート、これはどうだ。コーナーの数も増えてますね。ゴレツカ、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。さあ押し面、どうだこのシュート、これはよく止めました。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。大きなピンチでしたがチームを救いました。ナポリ今日6本目のコーナー、これはクリア、オシメン、惜しい。コマン、ここは対応します。ムシアラ、さあ左サイドへ。この終盤振り返るとチャンスシーンは両チームともあったわけなんですが、未だスコアは0対0のままです。ディロレンツォ上がっていく右サイド、裏へ届くか、シュート、いやー先制、ノー
勝点になろうかという大きな大きな先制弾。やった、決まりましたね。今のゴールフリーで受けてからの冷静なシュートでした。そうですね、今のはラストパスが良かったですよね。あのタイミングで出されるとディフェンダーとしては一歩対応が遅れてしまいますよね。フィニッシュもキーパーの位置をよく見て落ち着いて決めましたよね。バイエルンはここでベンチが動きます。さあナポリ1対0先制しています。ナポリとしてはいい時間帯にリードできましたよね、はい、残り時間を考えると守りたくなるんですけどもね、あまり受け身にならないように主導権を握っておきたいですよね。エルマスからオシメーンからザンボアンギサ、ここは競り勝ちます。さあカンセロ、裏へのスルーパス、さあカウンターのチャンスになります。オフサイドですね。ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけどうまく止めましたよね。ナポリ、この1点差で残り時間をどのように戦うのがいいんでしょうか。まず絶対に失点してはいけない場面ですからね、リスクを犯さないことが最優先ですよね。そろそろ時間を稼ぎつつ相手に対応していく形を取ればいいと思いますけどもね。ミューラーから左サイド、バイエルとしてはまだ時間ありますからね、形は作れているのでなんとか1点こじ開けたいですよね。裏のスペースを狙う、デリフト、ここはカットします。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。サイドのスペースを使いますが通りませんでした。バイエルとしては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。ディロレンツォ、ナポリ、もう無理には行きません。セーフティーになってますよね。体を張ります。もうアディショナルタイムに突入、アディショナルタイムは4分あります。エスティゴーア、ミューラー、ここもしっかりディフェンスしました。ここで笛です。1対0ナポリ勝利です。接戦をものにしました。ロサーノ、このゲームのマンオブザマッチはこの人になるでしょう。見事な活躍でした。さて北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。ナポリとしては11人のバランスが非常にいい形で出てましたよね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ナポリが1対0での勝利となりました。